こんにちは、東京支部5095の小原俊之です。お願いします。ちょっと見たことはありますね。 YouTube は割と見たりしてます。最近娘が生まれたんですけど、なんで結構そういうそれこそ沐浴の仕方とかだったり、なんかその子育てみたいな YouTube はなんか最近見ることが増えました。いやもう可愛くてしょうがないですね。ちょっと甘やかしすぎないように気をつけます。まだ自分の生まれて1ヶ月ちょっとで、まあ、やっと新生児期が終わったみたいな感じなんですけど、まあ、特に新生児の間とか1週間レース行くと帰ってきただけで、あれなんかこんな重かったっけなみたいな、ちょっとのあれだと思うんですけど、やっぱすごい成長を感じますね。本節もやっぱ終わって帰ったら、あれちょっと大きくなってんじゃないのかなとか思ったりするんで、まあ楽しみですね。はい。いやーでもそうだな、結構やっぱ自分もいろいろと自由に親にはやらせてもらえてきたので、やりたいことやらせてもらえたし、なんでそういう不自由しないような子には育ててあげられたらいいなとは思ってますね。あ、そうですね、ジェットスキー、はい、まあ、ジェットスキーっていうと名称になっちゃうんであれなんですけど、水上バイクの、まあ、レースやってて、まあ、世界を舞台に今戦ってたっていう感じですね。いや全然大したあれじゃないんで、でも一応世界チャンピオンには3回なったことはあります。まあでもいろんなカテゴリーというか、まあ、クラスがあるので、誰でも頑張れば取れるものだと思うんで、まあ、自分は運よくチャンピオンになれたっていう感じで、まあ、でも一応今でもまだレースは続けたりしてて、まあ、日本のチームの人に、まあ、これまでお世話になったチームの方とかに今もサポートしてもらったりして、この前その水上バイクのレースで国土交通大臣杯っていうのがあって、なんとかそれで優勝できて、なんかこのぐらい大きい国土交通大臣杯っていうトロフィーもらいました。インタビューで出たワード、はい、自分なりに調べ直すの、はい、ちょっと勉強とかだったなと思ったんですけど、あ、そうなんですね。あ、はい、調子でやったレースだったんですけど、全日本大会があって、あれがなんか2位以下は周回遅れ、あ、そうですね。まあ、ボートじゃありえない話なんですけど、もっと自慢していい。いやいや全然全然そんなんじゃないんで、狭い世界でやってるんで。はい、いえ全然です。頑張ってます。はい、ボート頑張ります。まあ、はい、頑張ります。はい、いや、やっぱ年々減ってきてはいて、やっぱモータースポーツなので、やっぱどうしてもお金もかかるし、まあ、水上バイクも免許制度があって、まあ、16歳からじゃないと免許も取れないので、やっぱ始めるにはちょっと遅いような競技にはなっちゃうので、海外とかだとジュニアクラスってのがあって、もう10歳からとかレースできるんですけど、日本はそうじゃないんで、やっぱそういった面でちょっと少ないなっていうのはあるんですけど、ただ最近のその水上バイクのレースでは結構若手が増えてきて、まあ、ボートと一緒で2世レーサーが増えてきたりとかもしてるんですけど、なんでちょっと明るくはなってきてるのかなって気はしますね。まあ、まだまだ登録してから、まあ、3年って短いあれではあるんですけど、まあ、一層一層集中して最後まで諦めない走りで頑張ってるので、今後も応援してもらえたら幸いです。自分でも勝ち駒で野中さんのやつ見たんですけど、パワーで手が回ってるじゃないですか。なんかあれは面白いなと思いました。なんだろう、ポーズか。あー、でもいつもなんか1番取りたくていつもこうやってやってるんで、じゃあこれでいいですか。はい、勝ち駒ありがとうございます。一応いいですか、やっといて。パワー、あ、まあ、もうちょっといいですか。はい、あ、もう思いっきりいきます。はい、
パワー、パワー、パワー。大丈夫ですか？すいません、ありがとうございます。